また御神社は、茨城県ナメガタ市玉つく離港にある神社。旧社各は村社。日立国風土記に記載される、八戸の神を祀る社を乱章とすると伝える神社である。神座地は、霞ヶ浦の東方、二つの大地の谷間を2キロメートルほど入った採用部にある有線の後輩大地の森中に位置する。日立国風土記に見える、八幡の市の間たちが、雇の神を祀った。 車の後ろ身であるという。風土記には C の池が付近にあったとするが、車前の清水が流出する天竜の見たらしが、かつての C であるという。ヤトの神は、蛇体で頭に角をはべっと言い、ヤトのは、関東地方の方言で谷間、谷合いを意味する、やち、谷津、谷頭に由来し、また現に、霞ヶ浦周辺の谷間の湿地には、マムシなどのヘビ類も多いため、 八戸の神は、土地神としての蛇神であると見られている。かつては、現在地の南200メートルほど隔たった大地の、遠辺、あざたきの入りに鎮座していたというが、協力二年に、日立大城主の一族である、玉造城、第十三代城主、玉造定みが、あたこ神を勘定して合詞し、水戸藩主、徳川光国が、天竜の御たらし背後の大地にある森へ先座したという。 三戸家所蔵の古文書に、あたご本源社天竜院支配とあるので、近くにあった、天竜院が所管していた。滝の家の旧社地には戦前まで古木が薄そうと、反もする鎮守の森があり、ここを、小あたごと称して片七尺で胸高ほどの高さの、木段の上に称子が祀られていたが、戦後に樹木が伐採されて、木段も突き崩され、現在は低木の実が茂るやぶと化している。 昭和49年に境内に宿の神の石踏みが検秘された。ありがとうございます。